NACA プレゼンツ西戸明子のコミュニケーションアカデミー。この放送はポッドキャスト、ボイシー、YouTube でお届けしています。8月14日水曜日になりました。おはようございます、西戸明子です。もう今日も私はめちゃめちゃご機嫌です。というのはですね、昨日 NACA 西戸明子コミュニケーションアカデミーの、これ初の試みですね、全クラス合同勉強会っていうのがありました。マスター生がスピーチをします。それに対してアドバンスとマスター生、アドマス生やドクター生がフィードバックをするっていうのが午前中。そして午後は今度はね、クラスちょっと分かれまして、私はドクター生だけの学びの方に参加しました。ここでは午前中の勉強会の進め方どうだったかなって、マスター生のスピーチに対するフィードバックどうだったかな、それをお互いに感じたことを伝え合うっていう、そういう対話を行ったんですね。もう3連休のアドマスの授業も超楽しかったんですけれども、昨日も、もうめちゃくちゃ楽しかったです。もうだって笑いまくって泣きまくってハグしてもうみんな最高に素敵なんですもん。もう素敵な人たちと一緒に素敵な時間を過ごして、もうこんな幸せなことないよなって本当思いました。例えば、あるマスター生は実はめちゃくちゃ真面目でいいやつなんですよ、そいつでも天の弱なんですね、本人も認めてるんですが。で、天の弱なんだけど本当は素直になりたい、で人ともっとつながりたいって思いながらつながれない、変わりたいって。で彼はもうめちゃくちゃこの学びも真剣に取り組んでるんですよ。その彼が涙を流しながらね、自分の中にある愛情に気がつきました。結構抵抗してましたけどね。何かっていうと、人は自分の心の中にある光、これを恐れてるんです。みんなね、闇を恐れてると思ってるんですよ。自分の中にはこんなにダークな黒い自分がいる、そんなのは見せられないと思って、その闇を恐れてるって思ってる人が多いと思う。でも実は私たちって自分の中にある光を恐れてるんです。この光っていうのは愛だったり優しさだったり善性、善なる性質だったりする。そのことが自分の中にあるっていうこと、そこに出会うっていうこと、ちょっと恥ずかしかったり、認められなかったりするんですよね。なんででしょうね。だからね、本当はみんなすごい優しいし、すごい素敵だなって私は思ってます。で彼がそこに出会ってくれた、もうこれはね、涙の瞬間でしたよ。はい。それから人間関係がうまくいかなくって苦しんでる女性がいます。彼女は自分の考えがその苦しみを作ってるんだっていうことに気づけたんじゃないかなって。それからこれまでお前は優しくない、自分勝手だって家族からも職場の人からも言われ続けてきた人がいます。だから彼は言うんです、僕は自分勝手な人間ですって。でもそれが苦しいって、いや違う、涙を流してるんだけど自分でも何でもない、なんで泣いてるのか分かんないって、自分が分からないって。でもその彼の涙っていうのは自分のかつての振る舞いが許せない、その苦しみの涙だったんだなっていうことが分かりました。彼はまずは自分に優しくする、そこから始めようって、その入り口に立つことができました。めちゃくちゃ泣いて、めちゃくちゃ笑って、そしてお互いに本当に思っていることを伝え合って、そこにいたのは40代から50代のいい大人なんです。でも、これを青春と言わずして何と言うっていう感じでした。心の底からその場にいる人たちのことが好きだって思えて、
心開けていて、何を言っても大丈夫だって思えていて、だからこそあの時君はこう言ったけど僕は私はこうじゃないかなって思ったよって、そんな風に違う意見だって伝え合える。あの時君はこういう言い方をしたけれども僕は私はこういう言い方もできるかもしれないって感じたよって言い合える。お互いに切磋琢磨しながら成長し、自分が変わっていけるって、変わっていってるっていう成長を喜び、また自分のこと以上に仲間が成長していける、言っていることを心の底から喜び合える。こんなその人間関係を大人になってからも築けるんだって、その誰もがもう宝物、そこにある宝物にの尊さに本当に感動し合ってるんですよね。仕事の人間関係ってどうしてもそこにこう損得の関係とか、それから忖度の関係もあるんじゃないかと思うんです。それがないんですよね。だからって言ってただ楽しい楽しいだけの友達でもない、うん、一緒にいて遊んで楽しいねっていうそれだけでもない。本当にこう若い頃に部活動をやってね、同じ目標に向かって時にはぶつかり合いながら、うん、切磋琢磨って言葉が本当にぴったりだと思うんだけれども、お互いにぶつかり合って磨き合っていく、うん、仲間ですよね。いや、そんな人間関係が大人になってこうやって築けるなんて私も想像もしてなかったことです。もう信じられないくらいに幸せだなって昨日も思いました。いや、だからこそもう本当にこの NACN 学びの場の仲間に皆さんになってほしいなって、もうここに飛び込んできてほしいなってもう心から思います。だってこんな楽しい場ないですもん。それで何が素晴らしいって、あ、人と人ってこんな風につながれるんだって分かった、そのみんなは家族との関係、職場との人との関係がどんどん良くなってるんですよ。昨日聞いたのは、まあ、あるドクター生が20代の職場の女性から〇〇さんって最近まろやかになりましたねって言われた。いや、嬉しいですよねこれね、まろやかになったって。またあるドクター生は今まで、まあ、ドクター生としてね、うん、みんなと関わりながらやっぱりマスター生の前で失敗したくない、かっこ悪いとこ見せたくないって、いいとこ見せたいと思ってたって、でもそれが気にならなくなってきたんですって。別にマスター生の前でできなくっても失敗してもいいじゃんって思えるようになったんですって言われました。それってありのままの自分でいいなって、その自分でもいいよなって受け入れられたってことじゃないですか。だから昨日、まあ、突然そのファシリテーターっていう司会進行をやってくださいって言われたけど、緊張しないでただ自分らしくできたって、そんな風に言ってくれたんですよね。最高だなって思いました。またあるドクター生はもう一番最初、忘れもしない、あの初めて授業に参加した時、彼は自分の顔をズームの画面に映ってるのを見るのが嫌だって言って、おでこから上しか映してなかったんですよ、うん、それぐらい自分が嫌いって言ってた。で、そんな人が、まあ、やっぱりいきなり今日ファシリテーション勉強会の司会進行をやらないって言われて、でその彼が何て言ったか、もう自分がどう思われるかとか気にしてないんですよね。ああ、また今日もいろんな人の考えを聞かせてもらえるんだ、声を聞かせてもらえるんだ、でその司会進行をさせてもらえるんだと思ったら、そのことが嬉しくって、ってやっぱり自分がどう思われるかっていうことを超えて、
その司会進行をすごく楽しんでくれたからとっても自然だったんですよね。またある人は最近夢の叶え方っていうスピーチをする機会があったんですって。でその時に一番必要なのはパッションだって、情熱だって、二番目には行動することだ、でもそれ以上に絶対に欠かせないことがあるって、それは何か、一人でやろうとしないことだ、仲間とやることだって、そんなスピーチをしたんですって報告してくれたんですね。でもその彼もともと一匹狼で、仲間とやるなんてなんか何それ、自分でやった方が早いじゃんみたいな、そういう人だったんですよ。仲間、何それ、懇親会、時間の無駄みたいな、そういうタイプだったんですね。その彼が何よりも大切なことは仲間なんだ、人って1年や2年ですよ、ドクター生の場合はですね、マスタークラスは半年ですけど、その後学び続けているドクター生は1年2年です。でも 1,2 年で人間ってこんなに変わるんだっていうぐらい、もう劇的に変化してってるんですよね、みんな。あ、こんな女性もいました。彼女はもう一生懸命なんです。もう自分の体を壊してるのにまだ頑張っちゃうくらい、もう仕事仕事仕事って、で仕事以外のこともそれでもやろうとして、体調崩してってなってた。その彼女が今できることをやろうと思うって、もう何かができないっていうことで自分を責めなくなってきたって言われました。で彼女はね、どんどん元気になってきているし、どんどん笑顔がキラキラしてきてるんですよね。体も心も元気になってきてる。そんなもうすごい変化が一人一人全員に起こってるんですね。私ここ数日間で気がついたことがあって、私はその人の成長を見るのが好きなんだと思ってたんです。あ、でも違うなって。私は彼らが成長したことが嬉しいんじゃなくて、彼らがキラキラして輝いて幸せそう、嬉しそう、そのことが嬉しいんだなって思いました。で気がついた時に、はあ、私いつの間にか人の喜びをこんなにも自分のこととして感じられるようになってるんだって。なんかかつては成長することがいいことだ、成長しなきゃいけないぐらいに思ってた。だから成長してくれたら嬉しかった、それってどこかその成長できたっていうのは自分がそこに関わったからだみたいな喜びもあったような気がするんですね。でもそれがなくなってきたんですよね。ただただ彼ら彼女たちが嬉しそう、幸せそう、楽しそう、そのことが嬉しい、そう自分が純粋にそのことを喜べてるってことが、なんか私もまたちょっと変われたのかなって、そんな風に私が自分、私めっちゃ自己中なんですよ。で本当自分のことばっかしか考えてないって周りに言われるし、自分でもそうだなと思ってて、でもその自分は全然責めてなくて、ただ私ってそういうところがあるんだなって、だから少しでも優しい人になれたらいいなって思って、昨日の放送で言いましたけれども、言ったかな、その旅路を楽しんでるんですね。今の自分がダメって言うんじゃなくて、自己中な自分がいるよねって、ただその自分が優しくなりたいって思ってその旅をしてる。だから、できてなくっても楽しいんです。ただあれって私なんかちょっと自分の純度、純粋さが上がってるかもと思って、それはそれでやっぱり嬉しいことです。人の輝きを、だからもうダイヤモンドの原石がこうどんどん磨かれて輝いていくっていうのを間近で見れるっていう、これほど幸せなことあるかなって感じがします。だからもうぜひ皆さんにマスタークラスに参加してほしいんですよ。だってもう輝いていくってことがわかるから。昨日マスタークラスにお申し込みをくださった方は参加理由にこう書いてくださってました。
自身のコミュニケーション能力を良くしたい、以前から興味があった、これ嬉しかったですね。あ、以前から興味持ってくださってたんだ、そしてついに今回やろうと思ってくれたんだって。そしてそのメッセージ読んだ時に、いや、こういう人めっちゃいっぱいいるよな、本当はずっと前から興味持ってるんだよっていう人いっぱいいるよなって思ったら、もうカモーンって感じなんですよ。本当飛び込んできてって。もう私だけじゃない、ドクター生、アドマス生、そしてこれまでのマスター生、もうみんなみんな、もう最高の仲間がここにいるからって。その最高の仲間とのつながりを通して、あなたの家族とか職場とかね、その人生の今の関わりの、質、それももっともっと人間関係も素晴らしいものになっていくから。はい、そうなんです。ということで、マスタークラス第5期は10月12日からスタートしますけれども、この今ね8月中早期割引やってますので、もうぜひ申し込んでください。お待ちしてます。分かんないこととかあったら、もうコメント欄だろうが連絡帳だろうがメールだろうが、もう何でもいいので何でも質問してください。もうどんなことでも構いません、何でも聞いてください。さあ、そしていよいよ明日の夜は教えて西戸さん第2弾があります。テーマはお金と死と幸せです。で、 NACA ってどんな雰囲気なのかなって、まあ、思ってる方もいらっしゃると思うんですね、うん、そういう方はぜひこの明日夜、そして来週の木曜日22日の夜あります、この教えて西戸さんのシリーズ第2弾、こちらオンラインの授業になりますけれども、ぜひこちらに参加してください。そして近づいてきているのが札幌です。8月24日土曜日、札幌でワンデースピーチセミナーを行います。実はもうワンデースピーチセミナー、私やるのやめようかなと思ってたんです。というのはドクター生ができるからです。うん、私じゃなくてドクター生がワンデースピーチセミナー、もう最高のセミナーやると思います、彼ら。だから彼らに今後譲っていこうと思ってるんですね。譲るっていうのもなんだな、彼らに活躍してほしいなって思ってるんです。うん、だからやらないと思ってたんですけど、まあ、せっかくちょっとね札幌に行く機会があって、しかもうわ前日空いてるじゃんってなった時にやってみようと思いました。だから今後やるかどうか分かんないです、はい、私がね、うん、なのでもしいつか受けようと思っている方がいてくださるんだったら、まあ、札幌ちょっとお住まいの地域によっては遠いかもしれないけど、夏休みってことでね遊びに来てくれたら嬉しいです。はい、これたった1日なんだけれども、人前で話すっていう体験、自分を語る、自分についてじゃないですよ、私は生まれはどこどこで、名前の由来はとかそういうんじゃなくて、自分自身を語るっていうこと、うん、まあ、それがどういうことなのかっていうのもちょっと話せば長くなっちゃうけどまあ自分の心の中に起こっていることを心を使って語るってことですね。これも24日ぜひやってほしいと思うんですね。体験してほしい、そのことの楽しさを、そして自分にもそれができるんだっていうこと、たった1日ですけれども、うん、だから6名限定なんですけど、ぜひ参加してほしいと思います。そして25日の講演会、これも札幌です。もう近くの方もそうじゃない方も、やっぱりねリアルってすごいですよね。あの会場で全身で空気の振動を感じるわけじゃないですか。声を空気で感じるんですよね。人のエネルギーをこの自分の触覚です、肌、ここで感じるんですよね。だから来れるっていう方は会場に来てください。絶対最高です。ただ来れない方も今回オンラインでの配信をしてくださるっていうことなので、これもまたやっぱりアーカイブとリアルタイムを比べるとね面白いもんですよね。同じ映像なのになんかこうリアルタイムっていうのはねこう集中しやすいもんですよね。うん、でもそのリアルタイムも難しい人もアーカイブでも見れるということで、いろんな参加方法があります。25日の日曜日、すごいことが起こるんだろうなっていう私の中に予感があるんですね。もうそこに関わってくださってる方が善意しかないから、主催してくださってるバクちゃんっていう方は自分の子供たちに
残したいと思ったんですって。ありがたいことですよね、西との話を。そして一緒に登壇してくださる方、岩田洋二先生と言います。この岩田先生と西との話を自分の子供たちに残したいって思った、だからやりたいって、自分が変化できた、すごい変われた、救われた、その学びを他の人とも分かち合いたいって。もう彼別にあれなんですよ、その講演会を企画する仕事とかやってるわけじゃないので、今回そんな企画をやるのは初めてなんですって。だからもう正直そのどうやってやるのか分かんなくて、ある意味右往左往してくれてると思います。そこがすごく美しいなって思うんです。人のことしか考えてないから。だからそんな彼の純粋な思いをぜひ皆さんにも応援してほしいっていう、そういう願いも私の中にあります。絶対後悔させないんで。8月25日日曜日、札幌での講演会、会場でもオンラインでもアーカイブでも参加できます。ぜひぜひ皆さんとつながりたいと思ってます。すいません、もうちょっと話が長くなってます。いやもう嬉しくってね。はい、ありがとうございます、聞いてくださって。最後にですね、みんなの連絡帳、こちらにこの8月15日の講座の当選者発表させてもらってます。もう一回名前だけ言いますね。木村っち、ほうさん、富江北島1202さん、白天ダッシュさん。はい、皆さん本当にね、先週1週間ですよね、連絡帳に書き込みくださってありがとうございました。その中からチームニコのメンバーがもうね、みんなですんごいディスカッションしたらしいです。それでこの人たちにぜひ当てたいって、そんな思いで選んでくれました。チームニコのそんな思いをね、皆さんに受け取ってほしいなと思います。まあお休み期間ということもあってね、ちょっといつもと生活パターンが違うと思うんですよね。今ね、当選した方連絡帳確認してくださいね。そしてチームニコの皆さんに連絡を取って8月15日22日の講座参加してほしいと思います。はい、当たらなかったっていう方も、はい、8月15日22日ね、ぜひお申し込みいただいて講座参加してください。お金と死と幸せのこと、ね、どれもどれも大切じゃないっていう人いないですよね。お金の大切じゃない、死、幸せ関係ないっていう人一人もいないと思います。私の願いはただ一つ、みんなにいっぱい笑っていっぱい輝いて幸せに生きてほしいっていうことです。皆さんのご参加心よりお待ちしております。連絡帳への書き込みお待ちしています。一人じゃないよ。 NACA プレゼンツ、西戸明子のコミュニケーションアカデミー。今日もごめんなさい、長くなりました。聞いてくださってどうもありがとうございました。今日も素敵な一日を過ごしください。お出かけの方気をつけて、いってらっしゃい。西戸明子でした。